ナルト、ナルト。カカシ先生か、どうしたの？お前さ、ちょっと面白いイベントに参加してみない？面白いイベント？そこまで言うならやってみるか。それでそのイベントってばどういうやつなんだ？連携に重点を置いた格闘イベントだ。各班から2人1組を出してどのバディが強いのかそれを競う。へえ、案外まともだってばよ。そのイベントに俺の班からはお前を出したいと思ってな。そんじゃもう一人はさくらじゃん？いや、サイだ。よろしく。お前とサイの2名で出場してもらう。いいな。わかったってばよ。サイ、やるからには絶対勝とうぜ。そうだね。用意が整ったら練習場に来るように。そう熱くなるな。それじゃあまずは俺の班から行かせてもらおうか。アスマ班ってことは、やっぱりお前たちか。アスマ先生、これに勝ったら焼肉だからね。ああ、分かったよ。めんどくせえからさっさと終わらせようぜ。その眠そうな顔をすぐに起こしてやるってばよ。行くぜサイ。ほう、いい加減、終わらせてもいいかな。超獣ギガ、リュウ。絵にもならないな。全然大したことないんですね。
やるな。よっしゃ、焼肉か。ま、よくやったな。次は私の班が行こうかしら。キバシノコンビか。シノ、手抜くんじゃねえぞ。当たり前だ。やるからには勝つ。結構やる気がありますね。やる気ならこっちも負けてねってばよ。しねえから。それは違う。敗因は前に出過ぎたお前にある。ああ、また始まったってばよ。やるじゃないの、二人とも。最後はこの俺の判断だ。激マヨ先生ってことはあの二人だろうな。やっぱりね。僕たちの相手はナルト軍たちですか。こんなに燃えてきたのは久しぶりです。リー、少しは落ち着け。さあさあ、すぐに始めましょう。負けねえからな、ゲジマユー、ネジ。直伝直伝、思ったらいいぞ。
先生直伝おもてれんだ。いただきます。これはいいですね。試させてもらうよ。忍法、超重忍。弱いな。君の実力がどの程度か分かったよ。やるな。なんと僕とネジの連携をものともしないなんて。連携は俺とサイの方が上だってことだな。悔しいですが認めないわけにはいきませんね。さっきの戦闘でイベントは終わりだ。よく勝ち残ったな二人とも。前よりもサイとの連携が取りやすくなってたってばよ。確かにそれは僕も思ったよ。ヤマトの報告書を見る限りじゃ二人の関係が問題だと思ったが、この様子なら大丈夫そうだな。ガイたちに無理して協力してもらって助かった。え、なんだって？いや、こっちの話だよ。ともかく二人の連携は確認できた。これから期待させてもらうよ。おう、任せておいてくれ。